平成27年台風第21号は2015年9月に発生し沖縄県の与那国島に約半世紀ぶりとなる猛烈な暴風をもたらしたほか台湾などに被害を出した台風である。進路図2015年9月14日グアム島の東方海上で形成が始まった熱帯上乱が北東進しながら次第に発達。同台風警報センターは22日 熱帯低気圧番号 21W を付番した。21W は23日3時にフィリピンの東で台風21号となりアジア名ルージェンと命名された。命名国は中国で筒子を意味する。台風は西寄りに進み23日にフィリピン大気地球物理天文局の監視エリアに侵入したためフィリピン名ジェニーと命名された。 25日午後に強い台風へと発達し、同日夕方にはフィリピンの各政府機関が対応準備を開始した。台風はその後26日午後に沖縄の南へと接近し、27日未明に非常に強い勢力となった。28日夕方には猛烈な勢力で先島諸島に最接近し、同日20時に非常に強い勢力で台湾に乱県南。 大き号に上陸。29日未明にかけて台湾本島を横断して29日午前に中国本土の福建省に再上陸した後、河南に達して同日21時に熱帯低気圧へと変わった。28日の与那国島における風速、気圧の変化この台風は八重山諸島の与那国島などを中心に記録的な暴風雨をもたらした。 与那国町祖内では28日15時41分に秒速81.1メートルの最大瞬間風速を観測したが、これはこの地における歴代1位の観測記録となったと同時に富士山速攻所の記録を除けば日本における台風による最大瞬間風速の記録としては史上3位の記録となった。沖縄気象台の担当者は台風で最も風雨の強い 中心付近の東側が与那国島を通過したために記録的な暴風となった。と説明した。これに加えて1500メートルの上空付近で吹いている強い風が雨雲により地上まで押し下げられる対流活動が活発であったことや台風の進路が与那国島に吸い込まれるようにすっと北側にずれたために台風の中心と島との距離が より短くなってしまったことなども、与那国島で暴風となった要因であると考えられる。また、それまでに、気象庁の管轄する観測所において、秒速80メートル以上の最大瞬間風速を観測したのは、山岳の観測所以外では、第二宮古島台風での宮古島地方気象台と、第2室戸台風の際の室戸岬速攻所の2例のみであったため、 この記録は3例目となった。与那国島における台風接近時の気圧変化を見ると15時32分に最低気圧949.3ヘクトパスカルを記録しており、風向は北東から東を経て南東へと変化していたが、これは台風の中心がこの地点の南側を西に進んだことを意味している。台風通過後の方が接近時よりも 気圧の上がり方が早いのは台風が速度を上げたためであり、これが最低気圧を記録した時間より後に暴風が激しくなった要因の一つと考えられる。猛烈な暴風に見舞われた与那国2島では住宅319戸が損壊したほか、停電や断水、電話の普通など島のライフラインへの影響が相次ぎ、航空便や船便も相次いで欠航した。 台風によって停車し、切り落とされた樹木台風が上陸したギラン県では、最大瞬間風速68.4メートル S を記録。27日午前0時から29日午前7時までに、ギラン県の太平山で914ミリメートルの大雨が降ったほか、北部の山間部でも、期間降水量が約500から700ミリメートルに達し、各地で地滑りが発生。 29日までに死者3人、負傷者346人が確認され、また1万2千人以上が台風に備えて避難した。台風が接近したフィリピンでは25日夜に南サンボアンガ州で豪雨による鉄砲水が発生し、約1万3千人が被災、13棟の家屋が損傷し、2名が行方不明となった。台風から変わった熱帯低気圧は、 その後温帯低気圧として日本海を北東に進み爆弾低気圧として発達。中心気圧は一時946ヘクトパスカルまで低下し北海道などに暴風をもたらした。最大瞬間風速秒速80メートル超は49年ぶり。ありがとうございます。